Да, я вызвал на бой Сузыку. Я, конечно, хотел бы подраться со Сузыким. Он один из лучших бойцов mm -hmm. в райзинге. Mm -hmm. Он в дальний момент чемпион. Mm -hmm. Ну, конечно, я хочу в этом лиге стать чемпионом. まあ、私はですね、まあ、まず鈴木選手というのが非常に、うんまあ、優秀な選手であるそして、まあ、ライジンのチャンピオンでもあるということも知っていますですからやはり私自身の,あの望みというのは、まあ、ライジンのチャンピオンになることなので、まあ、ぜひ挑戦したいそんな気持ちで話をしましまた私自身は3番第3ラウンドまで戦うのに全く意義はありませんので、えー、ぜひ来人のほであの方で 第3ラウンドまで私が戦えるような相手を、まあ、提案していただければと思います。いや、どうも、鈴木選手だったら第3ラウンドまで行くんじゃないかと思います。お、もちろんやる気があります。大、え、臣、ー、の方で私に対して対戦相手を。 まあ、いわゆる出していただければ、もう、全力で戦いいままますすかりりしたありがとうございます <Thank you. S 2> アーチュレッタ選手、日本勝ちしたシェイドライフ選手が、まあ、もう千尋選手と戦いたいということで、もタイトル挑戦に名乗りを上げていたんですけども、こう戦績を見るとかなり、来臣、参戦以前からも連勝されてますけれども、榊原さんとしては、次のもう、 チャ,あのチャレンジャーとしてふさわしいと思うのが、もう少しま、まああの、なんていうんですか、まあ、12戦、12、これ、フィニッシュですからね、すごい戦績ですよね、だから、武田選手に勝って、アーチュレッタンかって、まあ、ただあの、いきなり千尋ってことはないと思いますね、まあ、千尋と戦う、千尋が戦わなくちゃいけない選手というのは、まあ、千尋の前に何にも並んでるんで。 まあ、怪我明けで年末誰とやらせるかっていうところは今最終挑戦をして、えー、シェイドライフは逆に今日もあの圧倒的な強さで無傷で終わってるんで交流が解けただけじゃなくて彼が交流されてたあのなんか犯罪を犯したんじゃないかっていう嫌疑も全部晴れて。はいあの 無罪になってるんで、はいるので何かあの刑を終えて出てきたわけではなくてずっとまあ国も違うしルールも違うし法律も違うんで何とも言えないんですけど無罪で出てきてるんですね。ですね、まああの2日前3日前かなんかもアゼルバイジャンの日本大使とも会って話をしてあのもう彼らがこうやって日本に来るまた来て活躍することを国としても まあ、スポーツ大臣もあの心よくというかあのすごく楽しみにしていると言っていましたので、まあ、ケラモフもちょっと人生の中で立ち止まってしまってあの一番悔しいのは本人だと思いますのでその悔しさを11月思いっきりあのこの試合に見せてぶつけてもらえたらいいなと思ってます今日の試合も含めてこう対戦相手がこう選択されるという感じですかそうです、ね。はい はいありがとうございます。